長らくお待たせいたしました。仮面ライダードライブオリジナルステージ始まります。この地球が誕生して46億年、名もない生命たちは生まれては消え、消えては生まれ、その存在を誇張し続けている。中でも人類の発展は勢いを緩めることなく進歩してきた。しかしその発展は徐々に進歩からおごりへと変わり、人間たちは破滅への一途を歩み始めているとは誰も知らなかったのである。人類の文明、最古の時代より生死を繰り返して幾度と文明を育んできた人類、それはあまりにも美しく素晴らしい。しかし我らには今日、その人類に対し近い将来新たなる世界が待ち構えているとは誰もが知る由もない。ドクター、いかがですか。これが人類文明という。空気は透き通り、平均気温は地球外生物を繁殖させるのにはうってつけと思います。申し分ない。では早速。しかし、いくら我らが望む条件が見つかったとはいえ、何かが我らを拒んでいる。何ですと。なぜこの地球はこの私を受け入れてくれないのだ。ドクター、確かにこれだけの環境を持つエリアはそうあるものではない。だができすぎている。できすぎているとは。これだけの文明を築き上げることができた人類のことだ。黙ってやすやすとは我らの野望に退くはずはない。それならご安心。我らの調査によりますと、この地上には人類をはじめとするいくつかの生命体の存在をつかんでおります。しかしいずれも我らの妨げに値いたしません。値しない。そうか、君の言う通りだとよいのだな。では早速。これが地球外生命体の細胞、すなわち LDS だ。この LDS を限定した人間の細胞と融合させることによって、我らアンドロイドが望む最強のモンスターを生産できることは言うまでもない。そしてそのモンスターをさらに増殖させれば、日本、いや全世界征服は夢ではない。その通りでございます、ドクター。それにはここにいる優秀な人間の DNA が必要だ。それも肉体的にも精神的にも優れてる人間のな。かしこまりました。では早速行動。お前たち、ここにいる人間たちから優れている細胞を採取する。かかれ。動くな。そこから一歩も動くな。これはこれはおまわりさん、随分物騒なものをお持ちですな。動くな。危ない危ない。何もしてない一般人に銃を向けるのですかな。最近のおまわりさんは。一般人ならこんな乱暴な真似はしないさ。ほう、我々はテロリスト専門のポリス。テロリスト。お前たちの行動は全て監視していたのさ。さあ、おとなしくしてもらおう。どうやらあなた方は何かを勘違いしてらっしゃる。今さら白を切っても無駄だ。疑り深い方たちですな。まあいい、せいぜいそうやってとぼけていろ。そのうちその化けの皮を剥いでやる。なんと
全員おとなしく両手を頭の上に上げろ。ゆっくりとだ。そうだ、そのまま動くな。我らをやり過ごしていればいい。かわいそうだ。お前たち、この警官たちを始末しろ。クロ、気をつけろ。死ぬことになりますね。何？しまった。お前たち警察が我らのどこまで知っているのかは分かりません。これ以上我らの邪魔立てをすると取り返しがつかなくなりますよ。これは忠告です。警告。お前たちがテロ行為を企てようとしていることぐらいは分かっているさ。それを黙って指をくわえて見てる奴がいると思うか。いや、感動ですね。その言葉、全世界の首脳たちに聞かせてあげたいものだ。きっと数十個、いや数百個の名誉勲章をもらえるはずだ。しかし君たちが生きて帰れればの話ですからね。なんだと？かわいそうですが、ここで終わる。麻生しろ。じゃあお前たちを全員壊滅させ、その名誉勲章を俺がいただくとするか。ん？誰？ The One Type Speed。 何者だお前は？俺はドライブ、仮面ライダードライブ。君は？まさか仮面ライダードライブ。さあ二人とも、ここから人類社会正義の真髄を発揮する時だ。ああ、了解。たかが人間どものつまらぬ意地の張り合い、そんなもの人ひねりだ。何とでも言え、俺たちはお前たち化け物どもにやられちまうほどヤワじゃねえぜ。ああ、根性入ってるぜ。行くぜ。右足の速い奴らだ。やってろ。見失ったわ。そうか。じゃああそこだな。あそこ？奴らのアジトを知っているのか、君。ああ。君は確かドライブとか言ってたけど、何者なの？あ、いけねえ。俺は警視庁特殊状況課、地検捜査課、
略して特上課の泊慎之助、よろしく。特上課？なんだ、聞いたことないぞ、そんな課。ちょっと、なんだよ。特上課って2014年から設立された新しい特別班らしいわよ。特別班？言い換えれば問題を抱えている警察官だけを集めた異端児チームってこと。じゃあ落ちこぼれ警官のグループ。まあそんなところね。聞こえてるよ。ごめんなさい。いいさ、でも間違った解釈をしてもらっちゃ困るんだよな。間違った？特上課とは怪事件を専門に扱う捜査課だ。今だって数人の人間たちが怪事件に巻き込まれたという情報を元に捜査してたらここに行き着いちゃったってわけ。ってことはさっきの奴らは怪事件の容疑者？そうだ。しかしテロリストがなぜそんな回りくどいことを？奴らはテロリストなんかじゃないさ。なんですって？一見人間の姿をしてるが正体はロイミュードさ。ロイミュード？そうだ。奴らは成長進化するアンドロイド。アンドロイド？奴らロイミュードは人間になることに野望を燃やし世界征服を企んでいる化け物だ。世界征服？そんな。奴らの目的は一つ、人類を滅ぼし自分たちだけの地球に変えることだ。なんてことだ、奴らがそんな化け物だと。だからあんたたちが追うテロリストは違う。あとは俺に任せてくれ。奴らが相手で危険すぎる。ちょっと待て、君一人でやるつもりか？それが俺の任務だからな。だったら俺たちもな。ええ、同じ警官として手を引くわけにはいかないわ。志はドライブ、君と一緒よ。同じ志か。そうだな。うん、分かった。